誠にありがとうございます。こちらのブースでは外出から帰宅までのシーンを再現し、マノマのサービスコンセプトであるセキュリティ、オートメーション、ニューライフスタイルについてのデモンストレーションを行ってまいります。これよりおよそ5分間マノマの実現する新しいライフスタイルをお楽しみください。さて、朝の支度を終えて外出するところです。外出するとき、ふと窓やドアが開けっぱなしでないか心配になることはありませんか？そんなとき、マノマがあれば音声で確認ができるんです。アレクサ、マノマで戸締まりを確認して。戸締まりは問題ありません。開閉センサーを取り付けた窓とドアの開閉状況を検知。わざわざ近づいて確認しなくてもいいので便利ですよね。さあ、それでは外出しましょう。キュリオスマートタグを持った家族が全員外出すると自動で警戒モードにチェンジ。こちらの室内カメラのシャッターが開きました。そして隣のキュリオロックが施錠されましたね。室内カメラのシャッターが開いたことで部屋の様子をライブビューで確認できるようになり、同時に録画もスタートします。警戒モードの時、開閉センサーが異常を検知するとマノマアプリからアラートが届きます。警戒システムが作動しました。確認してください。大変です。窓が開いたようでアラートが届きました。ではご自身のスマートフォンからライブ映像を見てみましょう。作動しました。確認してください。窓が開いていますが人影は見当たりませんね。警戒音に驚いて空き巣が逃げていったんでしょうか。警戒システム。こんな不安な時はアプリからセコムに電話をして、セコムの駆けつけサービスが利用できるので安心です。さて、仕事が忙しいなどで家事がなかなかできないとき、家事代行サービスを利用したいと思ったことはありませんか？マノマなら家に誰もいないときでも安心して代行サービスがお願いできます。頼んでいた掃除の代行サービスの方が到着したようです。オペレーターに連絡してキュリオロックで鍵を開けてもらっています。ではスマホから室内カメラの映像を見てみましょう。掃除をしてくれている様子を確認できるので不在時でのサービス利用も安心です。仕事を終えて帰宅します。室内に入るとこちらの室内カメラのシャッターが落ちます。室内カメラの人感センサーが反応し、ホームゲートウェイから音楽が流れます。マノマが音楽でお出迎え、帰宅した時に誰かが迎えてくれると嬉しいですよね。さて、マノマのある生活いかがでしたでしょうか。マノマはさまざまな機器と連動することで家族の生活をサポートします。今住んでいる家がより安心安全に、より便利に、より楽しくなる、そんな豊かな生活を実現します。デモンストレーション、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。